花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日はですね、ゲストいらっしゃらなくて金玉ということで、今日も楽しくやっていきましょう。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、今日黄色で明るくいいじゃないですかそうよ、今日は ねちょっと明るい方がいいかなと思って、明るい方がいいですよね。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。ね、先週ちょっとお休みね、はい、しましたけどもですね、今日金玉ということでね、早速歌からいきますか。はい、おうね、おうってすぐ行くからねどれから、ね、いやもうどれからそうだけど、すぐ行くのはいいけど、どれから
はい、今日の1曲目、ロングディスタンスをお届けしました。久しぶりにやりましたね。ね、すごい、すごい久しぶりみたいな感じ。久しぶりですよ ね。なんか、久しぶりっていうか、こう、まあ、よく やるんだけども、こう、気分が新たに行きますよね。そうですね。そうですね。いやいや、やかましいと思ってるじゃん。いやいやいや、そんなことないですよ。ねえ、命がけてきてるんですから。なんか、久々にやる。やっぱ新鮮な気するよね。そうだね、そういう感じかもしれない。今日お便り来てますよ、はい、早速ね、はい、皆さんこんにちは、はい、晴れた博多です。お、博多、博多のミキさんですよ、はい、先週の清水さんの話はすごく興味深かったですね。そうだったのよね、かっこかったですね。桜田君お休みだったけど、はい、やっぱクイーンのさ、そのもうオタクだよね。オタクっていうか、失礼だけど、もうマニアっていうかね、ピックで、ピックでコインでピックとかね、はいはい、まあそういうことから始まって、いろんなことをね、興味深い話をね、聞かせていただきました。さすがあの空気で何でも喋っちゃいたくなる音楽魂ですよね、うん。今週は金玉レギュラーメンバーによるいつものリラックスした空気でこちらもゆったりできそうです、うん、はい。さて、今オイラが一番気をつけていることは、うん、ワイドショーを見ないことですね。わかるわかる。もう極論ですけど、うん、それさえ取り上げていれば他のコーナーの制作をしなくて済むし、アナウンサーはいたずらに不安を煽るし、煽る喋り方をして、うん、副業のナレーションの技術を磨いてるんじゃないかと思うくらい、ちょっと辛口ですけどね、思うくらい、うん、で、リクエスト、うん、今は放送で飛び越え超えちゃってるロングディスタンス今やっちゃったね、リクエストもらった。やっぱ俺、すごいね、やっぱりね、通じてんだね、俺とミキは、うん、ロングディスタンス気分だけでも大通りを歩いていたいから、ウォーキングオンザストリート、ウォーキングオンザストリート、はい、はい、だけど何でもいつも通り何でも OK です。あ、どうもありがとうございます。とにかく今日も何かしら楽しいことを見つけて笑っていたいですね。そうだね、ありがとうございます。あ、これちょっと2番が飛んじゃったな、これね、ちょっとメール あったの。そうな、あるみたい、1,3 になっちゃってるね。あ、ちょっとね、具合が悪くてですね、今日プリントアウトできなくて、うん、この PC の画面を見ながら今話してるんですけど、そうそうそう、3枚、2枚が、2枚目が飛んじゃった。あった、ありました。どうしましょうかね、ちょっと読んじゃおう。いまだに最新情報とか言ってるし、ろくに裏も取れていないことをシェアし続ける、残念ながら思考停止してしまってる人も多いし、そのテレビの話ですね。そうです、ね、はい、正直うんざりです。ほら、あのコロナのね、うん、話ばっかりなんで、はいはい、もちろん有名な方々もお亡くなりになったりして怖い病気だし、うん、当事者の方々には心よりお悔やみ申し上げたいです。そうですね、うん、でもやることはやっていないといけないことはもちろんですけど、うん、逆に言えばおかげでインフルエンザなどの病気によってお亡くなりになる人の数は圧倒的に少なくなっている事実もあります。そうそう、それはあるね、ありますね。インフルエンザ圧倒的に少ないんだね。あとはできるだけ良い気分、つまりは自分を快感に持っていくことの方がよっぽど大事に思いますよね、うん。なので皆さんはいつも通りの雰囲気で楽しませてもらいたいです、はい、久しぶりにカナオさんの放火未遂事件、うん、とかウルトラマンになれると思って飛び降りちゃった事件とかもまた聞きたいな。今週も楽しませていただきます。あ、ね、あ、そうそうそう、でそれで次リクエストが来てたんです。あ、リクエスト、ね、先ほどの ね、ロングディスタンス、ね、でも一発目にやっちゃった ね、やりましたね。ね、これ知らなかったんだよ、本当にすごいね、やっぱり通じ合うんですね、通じ合いますね、まあ、いろんなね、テレビの報道でね、もう結構みんなうんざりしてるかもしれないですけどね、うん、まあ、それはそれでね、まあそう、それも大事なね情報ですから、まあ、ただ影響力があるから、うん、片っぽの情報だけだとね、結構不安になっちゃうよね、みんなが。ちょっとあんまいいこと言わないからね。そうそう、何人治りますからね。そうそう、治った話はあんまりないしね。なんかこう辛くなるよね、あれも、悪い話しかしない、ね、なんかちょっと、ね、うん、ちょっと脅し入ってる感じがするんだけど脅しっていうか、まあでも最近退院した人の数も出てません、下に出てるね、あの徐々にね、うん、徐々に出るようにしてるみたいな感じ、まあね、まあでもあんまりこうそっちばっかり行っちゃうとなんか、ね、そう、だから寝る前にはあんまり見ないようにした方がいいね。洗脳されちゃってさ、いい夢見たいから。加納、うん、さん、俺今日フェイスブック見たけど、いや昨日だって俺自分が死んだ夢見たのよ。あ、書いてありましたね。どっかで恐れててるんだね、きっとね。なんかね、やっぱそうテレビの影響じゃないですか。なことないよ。いやいや、いや恐れていいんだと思って。なんかね、ほんと久しぶりに友達は会えたのね、うん、
でなんかみんな来ててお花とか持ってなんかさ嬉しいんだけどもさ言葉が出ないのよ、うん、でなんか誰だっけって忘れかけた人もみんな来ててさそしてなんかこうお香の香りをしてきたわけ。でひょっとしたら俺の葬式なんじゃないかっていう感じすごいね。でも夢で匂いを感じるっていう、ね、そうだよね。感じるのよ、ね、すごいですね、うん、そういうね自分のはあんまないね。私は人のはあるけど人が亡くなった夢とかね、うん、夢はいろいろあるよね。自分がっていうのはそうね、まだ見てないかも。自分が夢って見たことないね。まだ見てない、うん、でもまだ見てないっていうのおかしいけど、うん、そう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 、ね、でも結構落ち着いてたんだよね俺。なんとなくその遠くから俺自分のその夢って見なくなったんだけど、うん、上から見てる感じ、うん、なんかねすごくねきつくなかったのよ。うん、ふわって浮いてる、うん、徳をね積むとそういうところに行けるみたいなまだ足りないかいやいや、でも夢ってね半分ねなんか意識あるよね、うん、これ夢なんだよ夢なんだよって思いながら見てることもあるし、うん、途中で、うん、あれ夢なんじゃないって思いながら、うんうん、そういうのもある。まあねいろいろありますけど、ね、ミキ君の僕の古い話もねいろいろやってなんかありましたけどもね、ええ、放火未遂とか放火未遂ってちょっと言葉が違う言葉があれだけどもうちっちゃい頃にね子供の頃ですよね。俺商売やってたから、うん、うちがで店で遊べないじゃんで路地裏で遊んでたのよ、うん、さあ徳用マッチが出てた頃に、うん、うちの風呂がかまどがあってそれでそのマッチでその風呂を起こすのよ火をつけて、でそれでもう間違えて幼稚園ぐらいの頃にそれを近くのさ裏通りの文房具屋さんの大きなゴミ箱があって、うん、それに火つけちゃったのよ、うん、ゴミ箱にバケツリレーになって消し止められたんだけど、うん、もう本当にねもう俺家の倉庫でね震えてたわけ、うん、大変なことしたって言ったらおふくろに見つかって、でおふくろはその時ね救われたのは、うん、僕の手をねバンバン叩きながら、うん、この手が悪いって言うわけ。俺が悪くないんだと思って、うん、この手が悪いんだなって言ってね人格を否定されてなかったから間違い、まあ、ね、本当に救われたことがあったけどね。子供だからね。いやちょっとねそういうことありましたけどもね、ウルトラマンと間違えてねスーパーマンと間違えて飛び降りたこともあったのよ、うん、俺病気になったことないんだけどもその時期って友達ん家の子2階からさ風呂敷巻いて飛び降りたことあったっけ。飛べると思ってたっけ。全国に何人かいたらしいんだけど、うん、それでも大変なことになってもう意識不明よずっと。でも奇跡的に命が助かったっていうね、うん、ことがありました、ね、それはもう金尾さんの周りでは有名な話ですよね。それ結構ねありましたね。私最初に会った時にその話聞いた。あ、そうでしたっけ、うんうん、だからね病気で入院したことはないんだけどもなんか怪我とかその後またその長いこと入院してたんだけど、うん、ちょっと脊髄から要するに水を取ってね、うん、それが濁ってたらちょっとまずか濁ってたわけ、うん、だからそのまともにはねじゃなくてやっぱなんか障害が残るっていうことで言われて、うん、まあ確かに今障害残ってるけど、いやいやそんなちょっと変だけどまあでも本当に奇跡的にね助かりましたよね。命拾いしましたけど、うん、その時は思わないけどもやっぱり生かされてるっていう意味がねだんだんなんかこう気がついてくるよね、うん、なんで今ここに自分がね。その後またトラックに跳ねられたのすぐ。それすごくない？そんなことある？頭ばっかり打ってんだから俺、うん、頭ばっかり打ってるって言うとちょっとこれ言わなきゃいけない。はい、ね、でまあちょっとはい、なんかありました。メールにね、ま、メールリクエストちょっとアトランタから。アトランタまた、はいはいはい、いきますかね。ありがとうございます。おはようございます。はい、世界中相変わらずの、閉塞感に苛まれておりますが、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。と言ってもFacebook で大体の動向は把握しておりますが、こちらは州知事が一部の経済活動の再開を許可しましたが、アトランタね、アトランタです、はい、住民の方が慎重になっています。あ、はい、うん、スーパーに行く時もマスク着用はもちろんのこと、買い物家具は消毒シートでしっかり除菌してから、ない場合は野菜用のビニール袋を巻いて持ちます。
支払いもお釣りのキャッシュを手渡せるのが嫌で、すべてカード払いとビクビクしながらの生活です。そんな中で私にとって音楽魂はそういう現実を忘れさせてもらえるオアシスであります。うん、ありがとうございます。なんかね、ありがたいですよ ね、そう言っていただけると ね、うん、ね、来た甲斐があります。うん、酒の量が増えている今日この頃、うん、ダイナマイトを思いっきりブルージーにお願いします。金尾さん、松下さん、高田さん、向こう夜だからね、いつもありがとうございます。オース高橋、じゃあ、アトランタの、高橋さん、ありがとうございます。高橋智さんのリクエストにお答えしますか。ね、酒の量が増えてるという、今も飲みながら、俺たちも仕事、イベント関係仕事ないじゃん。はい、でもさ、やっぱちょっと酒が増えたりするよね。あ、僕はなるべく飲まないようにしてますね、今ね。あ、偉い偉い。家で飲んだらもう切りないから、うん、ねえ、仕事もないのに腹がすくんだ、またそういう時限って腹がすけどね。お腹はすくよね。なるべくやっぱね、うん、平日はというか飲まないように、うん、なるほどね、心のためにはね、うん、でほらやっぱ飲もうと思ったらいくらでも飲めちゃうじゃない、昼間も暇だし、それはちょっと体にまずいなっていう、ね、俺だから朝は人がいない時にやっぱりちょっとトレーニングしてるよ。あ、だいぶちょっと締まってきたでしょ、肉、うん、少しね、してますよね。走ったりはあんまりしてないけど、うん、ほとんど毎日してますよね。やっぱ体鍛えてね、ある程度免疫力つけて、体力もね、つけとかないととか。じゃあ、高橋つむさんのね、アトランタのつむさんのリクエストにお答えしましょう。ダイナマイト。心はパラダイス。
はい、アトランタの、高橋努さんのリクエストをお答えしました、はい、ダイナマイト、ね、嬉しいですよね、アトランタとかもね、こうやってメール入れて、ね、くだすって、そうです ね、 ね、励みに、励みになりますよね、励みになります、うん、そうですね、アザースって書いてます、アザースこうやってね、このメールは、ま、サックスまだあれ、今日は今日はね、ちょっとプリントアウトはね、ちょっとできなくって、ごめんなさいね、なんかちょっと、うん、さっきね、なんか1枚飛ばして読んじゃったりして、うん、ごめんなさいね、ミキさん、うん、そこではあとはないですね、あとはまだ来てないです、そうですか、はい、ということでですね、うん、今日24日でしょ、早い、ね、早いですね、あっという間ですよね、もう5月になるんだ、ね、ね、あと1週間で5月入りますね、うん、5月6日まででしたっけ、一応ね、うん、ゴールデンウィークっていつからいつまで、それは人によって違うんだろうけど、だいたい29、一応ゴールデンウィーク6日ぐらいまで、そうだね、ずっとね、暦通りだとね、結構だからみんな自粛してると思うんだけど、僕なんかも結構全然なんか外であれ飲んだりとかもできない、してないしね、お店やってないしね、やってないよ ね、 みんなね、やってても閉まるの早いですよね、8時で閉まっちゃうから、結構真面目っていうか、だいぶ真面目に自粛してますけど、私。ああそう。もう買い物もね。まあそうだね。まあまあ3日に1回ぐらい。買い物の買い方みたいなのなんかテレビでちらっとやってたけど、そこまでしなくていいけどな、俺は。まあそれ家族構成によっていろいろね。一人だと3日分ぐらいだったら買えるけど、うんうん、家族連れの3日分ったら。結構な量になって一人で買いに行けないじゃない、うん、そういうのも出てくるから、うん、一律そういうことじゃなくって、もう自分たちでさ考えればいいじゃないね、もうね、そうなんだと思うんだけど、ね、なんかこういちいち言わないと分かんないのかな、細かいよね、うん、ね、まあでもそれぞれ自覚持ってね、そうそう、やっぱり やっていかなきゃダメだよね、うん、侮ってるわけじゃないしね、そう、恐ろしいんだけど、ね、大変なね、ことなんだけども、やっぱりそれぞれ自覚持って手洗いうがいと、こんなに俺手洗い したことないよね、生まれてこの方、いや僕もそうですね、こんなまめに洗うなんてないよね、生涯で初めてかもしれないですね、ね、もうたまたまやっぱこういう時期に差し掛かったっていうことでね、まあ、経済も結構いろいろ大変になると思うんだけども、でもなんとか乗り切っていくしかないですよね、うん、みんなでサバイバルゲームみたいだよね、まあそうね、生き残る、生き残り、あ今日ウクレレ持ってきてんじゃん、ちょっとやりましょうよ、松下さん、もうやる、うん、ちょっと全然今油断してたな油断してたらダメだよ、サバイバルとか言っておきながら、そう全然もうじゃあ俺からなんか歌うじゃん、あれ今、うん、歌っててじゃあ準備を、心の準備を、ね、準備してて、ちょっとラスタンブルースっていう曲をやりましょうか、あゆっくりできない、コーラスがある、ラスタンブルース、うん、これかなかったかな、はい、別れのドアを出て行くよ、夜明け間近の風が歌う Last time 目覚めたお前は涙も見せず古い写真を
わがままついでにお前の匂い染み出すかも借りてくよ寒い心に巻きつけて金尾義郎ラストタイムブルースご紹介しました。松下さん出来上がりましたか？いや、ちょっちゅうのどうですか？何ごまかして適当に何してじゃあウクレレ一本でやってみますか？ちょっとチューニングどうでしょうか？合ってる合ってる大体合ってる合ってるね大体大体でいいんですよ。これチープな感じがいいかなと。大丈夫ですか、ね、いきますか。あのね、何これこの前や前一回だけやったのね、ひまりさんの東京キット、うん、あ、東京キット行くよ。ゆったり行きましょうか、ね、歌も楽しいや東京キット行きでおしゃれね、あちょっといい、ね、チューニングおかしいなこれね。チューニング、うん、ちょっと狂っちゃった。狂っちゃった。うん、いやこんな感じですね。これでも歌詞すごいな、これ好きだなこういう歌詞。ね。誰でしょうか歌詞は。
いやこの歌詞すごいな、ちゃんとこのさ安っぽい音がいいよね、ちょっとチューニングが合ってないぐらいの歌がお粗末でしたね。金は一つもなくってもフランス香水チョコレート、そうお茶いいよね。だって戦後のね、間もない頃のでしょ、ね、空を見上げれば東京キッドっていうタイトルがおしゃれだと思いません？ビルの屋根ね、ね、潜りたくなりゃマンホールですかこれ素晴らしい ね、 ね、今の結構時代ぴったりじゃない、ちゃんとやりましょうよ、ちゃんとやちゃんとやってこの程度よ、まあ、でもいいんじゃないこれ、そう、うん、や今度やりましょう、ね、これ、うん、やろうよ、じゃちょっと練習するね、コードね、今ねコードください、で俺はアコーディオンを弾こうか、あいいじゃない、ね、ピアニカかなんか、あピアニカ私持ってますよ、ほんと、まあ、俺もそうだよ、あの仕切らんもんねしきらんなんかじゃあちょっとじゃあアコーディオンからやる、うん、これ、ね、練習してきたんだよ、歌はまあね いいわけだからね、あなたね歌はいいわけだから、歌いいですか、歌いいですよ、なかなか、そうなんかねウクレレでなんかやれって言われると思って、いろいろね、あそれコード書いてあるんだ、書いてあるよ、えじゃあそれをコピーしてもらえれば、れ次はあのちょっとこれもちょっとだけ、ビープゲッツレディ列車が来るよ、みんな一緒に乗り込もう、信じるだけで汽笛が響く、何もいらない神様ありがとう、あーね、こういうのもあの小出しにするんだ、小出しにちょっとね、うん、これ今あれだよ、あのギター俺読むようにしてるから、あそうだね、うん、だからちょっと絶対音感になる人は気持ちが悪いかもね、いやこれもちょっとじゃあ候補に入れてもらって、440にして440にすればウクレレも、いやちょっとね弾きづらくなる、ちょっと硬くなっちゃうよね、硬くなってタッチがね、こうそう、うん、だから短いから、うん、結構ギターのちょっとの違いよりも、ああテンションが、うん、テンションが上がる、うん上がる、いい音だね、ということでね、もうあの金ちゃんありがとう、うん、もっといいのちょうだいだってもっといいのってこれもいいよ、それ鹿川でもらったんだね、これかっこいいよねこれね、あの今映像撮ってますけど、これね飾ってあったの、あのステージの横にね、いつもで私はこれかっこいいなと思って、うん、ダメ元で金ちゃん、うん、かっこいいよね、でも綺麗だよね、うん、それ優しいでしょ、うん、いいよ、すごい高そうな感じ、高そうでしょ、高いんじゃない、ね、高級品っぽいよね、この貝でね埋め込んで、ということでね、なんか やりましょう、そうそう、うん、どんどんやろう、どんどん歌う、うん、そう、キュウリ天皇もね中止になったんだよね、そうなんだよね、残念だね、だから行けるかな、鹿川のね、お祭りで去年からね、参加させてもらいました、なんかお祭りが中止になると悲しいね、うん、ねぶたとかも全部だから、ブルースフェスもなくなっちゃったし、まあそういうあの悲しい話やりましょうよいや、つぶやきたくなっちゃう、特別な夜もお前にあげよう今夜だけ、インスピレーション、ミッション、ミッション、すべての夢をお前に託しての中にいる、お前にあげよう
ちのプリズナー俺は鎖に繋がれ夜のさまよう野良犬 Walk in the street 噂話に今日も届けしました。はいはい。ということでね、松下さんはなんか今ね、うん、なんか返事が来たんだけど。何の返事？高橋さん、こちら今夜1時半。1時なんだ、ね。11時半だ。ごめん。ごめんなさい11時半、うん、放送開始までぐいぐい飲んでいましたが飲みすぎると寝てしまう恐れがあったので、緑茶羊羹を食べながらのダイナマイトもおつなものでおつなものダイナマイトでした。ありがとうございます、締めに77音頭お願いします。東京キットウクレレバージョン掘り出し物です。ありがとうございます、
こうやってね、なんか返事が来ました。聞いてるんだね、聞いてるんだって、ね、聞いてもらってるんですね、アトランタからでもね、うん、生放送で聞いていただいて、皆様にこうやってねお伝えして、うん、まあ、この時期になりましたが、ゲストの方もね、はいはい、まあ、来週はこの放送、放送局でもやってるのかな、今はどうでしょうね、前はやってたけど、川崎のね、ラテンのギターですよね、なんか7カ国放送とかいろいろやってたね、スペイン語とかなんか、あ、スペイン語もやってた、うん、イルヴィン浩二君ね、そうですね、太田浩二君の、登場ですね、お楽しみいただきたいと思います、5月1日かな、すごいのよ、イルヴィン君の、だって太田浩二さんのおじ、ルーツがすごい、ルーツがすごいのよ、うん、あ、そうなんですか、おじいさんからロスインディオス、なんか ロスインディオスだから、おじいさん、そうなんだ、ほんまもっておかしいけど、向こうの由緒正しき、お母さんもシンガーでしょ、なかなかね、うん、俺布団屋の息子だけどね、それ関係ない、ね、いやいやいや、うん、布団屋、洋服屋、洋服屋なんだけども、布団とかも、いろいろ、昔は布団屋だったの、じいさんの時代からあったから、へ、うん、で母の時代で洋服、うん、まあ、デザインとかしてたんでね、洋服の関係の仕事してましたけどもね、まあ、母が亡くなってデザイン画を持って帰ったんですよ、うん、あ、何枚かね、20枚ぐらいあるんだけども、それ欲しくて、で、まあ形見としてね、部屋に今貼ってありますけどね、なんかね、あの当時でもなんかなかなかモダンなデザインをしてたのね、うん、だから昔、今でもあるかな、あの学校あるじゃない、文化服装、あ、ありますよね、あそこの、あれだ、その前身の学校だったね、ああ、そうそう、それで勉強したみたいな、デッサンだね、デッサン、なんて言うんだろう、あれ、そう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 、そういうね、思い出がありますけども、なんか変わったことありましたか、桜田さんはこの1週間2週間1週間空いたからね、この1週間は特に変わったことはないですか、ね、いつも自粛で自粛自宅で、ね、あ、会社には行ってるの、事務所には行ってますけど、ます、まあ行ってるだけっていうか、あ、ね、まあ、行かないでほら家の中いるとね、運動不足になっちゃうしね、それはそう、歩かないと少しぐらいは、ね、ステレアラビアやってみようかな、だらっと、あ、ごめんなさい、ね、いい、ごめん、話し込んじゃって、うん、いいはい、なんか、感じているのはこれだけじゃないはず。
はい、カナヲシロまたねスリアラビューお届けしましたけども、これも久々ですよね。久々だと、ね、うん、全部久々。そうだね。ライブやってないから、ね、新鮮、ね、そう。新鮮新鮮。ずっと休んでたのかな俺たち。休んでたみたいな。ずっと気づかないよね。いつもやらない曲が今日多いもんね。そうだね。じゃあ今日はね、あの最後にあのアトランタのね、あの津野さんのリクエストをお答えしましょうか。そっかそっか。冬中年のおすすめ、うん、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。のおすすめ、アトランタの、スタム、高橋スタムさんからねいただきました、今ねちょっとメールが来たのでちょっとだけね、はいはい、ペンネームマリとももこちゃんありがとうございます。カナオさん、としみさん、桜田さん、キキさん、こんにちは。カナオさん、ロングディスタンス初めて聞きました。すごくかっこよくてジンときます。ありがとうございます。あ、全部読めないか、よかった。先週は桜田さんがお休みでしたが、はい、桜田さんの素敵なかっこいい優しいジャージなギターが懐かしいです、うん、今日もソロギター楽しみにしていますっていうことをね、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、風の中で盾が聞きたいって書いてますね。あね、時間がなかったね、またね、やりましょうね。またやらせていただきます。本当にありがとうございます、はい。ということでね、皆さん、いろいろメール、ファックス、ありがとうございました。また来週、お会いいたしましょう。お相手ははい、桜田武史と、はい、松下としみ、はい、金尾芳郎でございました。動画の菊さんもいつもありがとうございます。こうやってね、命がけで僕らもやっておりますのでね、はい、今後ともよろしくお願いいたします。今日どういうこれ
これいいよ、ね、1日 ね、うん、あのね反射して音がすごいよく聞こえて、本当もうギターの音が最高にいい感じで聞こえてきます。俺ちょっと自分の歌はうるさいんだそうか反響してね、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。 心が好きさ不口の山に見る A widow inside my hometown 季節は巡り色を変える街 A widow inside my hometown 今また